はい、皆さんこんにちは。いつもあの記事をご覧いただきましてありがとうございます。横にいらっしゃるのはちょっといきなりなんですが、新山千春さんです。こんにちは。新山千春です。こんにちは、よろしくお願いします。今日はですね、はい、春のメッセージフェスタ2018 in サンクスキッテ、はい、オープニングセレモニーに出られたんですね。そうなんです。あのイベントのゲストに呼んでいただいたんですけど、はい、先ほどテープカットして、はい、ああいうのはよくされるんですか？そうです、よくではないですけども、そういうこうイベントがあるときにゲストでっていうときは。なるほど、はい、あ、結構緊張するもんですか？そうですね、いいハサミなんですよ。なんか高そうですよね。ハサミとは大違いと思って、よく切れるんですよね。よく切れるんですよね。うちはもう切れなくてこうパチパチやる。引っ張ったりなんかするときもあるので。切れないハサミ危ないので、あの綺麗なハサミを買いましょう。できました。はい。ハサミ。ジャーマネさんがね、だって業界用語でジャーマネとか言います？でも、あ、言うんですか？業界長い方って言いますよね。いや古い方、はい、長い、いや私は長くないですけど、ジャーマネさん言います？ジャーマネ少ないんですよね、ジャーマネって言われること。聞いたこと あります？ヘアメイクさんとかないですよね。中山秀さんはよく言うんですか？あの実はこう後ろ側でマネージャーさんとかスタイリストさんとかこうずっと見てますので、もうガヤを入れてもらうんですけど、あの何ですか、えギロッポンでスーシー、あシースー、シースーをベータ、あスーシーってそのもんやね、シースーをベータって言います？全然言わない、言わないですね。でも逆にそれがこう一周回ってまたそれ使うことによって面白いみたいなになってましたけどね、はい、ちょっと芸っぽいですよねあれね。ということで、あの私は少なく、私芸能界じゃないですけど、あんまり聞いたことありませんので、じゃあ暴れって言うのか分かんないですけどね、はい、ということで、あの新山さんと言いますとですね、はい、私あんまりテレビすいません見ないんですけど、記者のくせに、見ないんですけど、はい、タイムショックじゃないですかやっぱり。あ、そうですね、中山秀さんと、はいはい、番組自体もう、あ、番組は今特番みたいな形になってるんですけども、ど、レギュラーの時もあったんですけども、あれ結構長かったですよね。そうです、私が二十歳の時からやらせていただいて、そうですか、もう、はい、もうすぐ20年ぐらいの番組になるんじゃないですかね。3年ぐらいで、新山さん生年月日って公表されてるの？はい、もちろんです。あ、1981年です。で、私と11違うんですよ。私70年なんですよ。はい、ですから37なので、37で私47、8、そんなもんです。あ、今年8です。まだなってませんけど、今ちょうど10個ですかね。で、あの私の知ってるタイムショックって一番最初のやつなんですよ、子供の頃に見てたのは。タンミヤさんですか？そうです。なので、なんかどん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 新しくなっていくと、なんか夏、なんかすごい、なんか今風だなっていうふうに思った覚えがあります。回転もすごいですよね。あんなのなかったですよ。トルネードスピン、トルネードでしたよね、はい、昔はこうくるくるって回って、しかも出てたらみんな素人さんでしたしね、昔は。そうなんですか、はい、たまになんか芸能人出てましたけどね、ああいう司会ってお若い頃からされてて、かなり、もうベテランの域に。とんでもないです、とんでもないです。今はあれですか、タイムショックってやっちゃまずいんですか？ショック、そうですね、やっちゃまずいんですかね。あ、そんなことは、なことない。じゃあちょっと一人だってもらえますか？あ、そういうことですか。いや、なんだろうと思いましたけど、何かと思ったらタイムショック。あ、そうそうそれ、それをやってほしかったんですよ。そうですか、はい、すいません、申し訳ございません。とんでもないです。今日はお手紙の話です、はい、先ほどのトークショーでも、お嬢さんとかね、はい、あるいはお世話になった方とか、はい、お手紙の話をされましたけども、うん、昔はそれしか手段なかったんですよね。そうですね、今はね、いろんなものありますけどね、LINEとかね、はい、だから逆に言うとその手紙がすごく特別なものといいますか、うん、本当に手紙が来ると、え、何みたいな、うん、普段請求書しか来ないのに普段請求書しか来ないのに、なんで個人的な手紙って来ると、はい、ちょっとびっくりするっていうのが、うん、なんか今ですよね。普段、うん、やっぱり他の手段でやってますから、はい、あとは年賀状ですかね。そうですね。で、昔はそれが普通だったので、うん、なんですか、ラブレターとかね。はいはい。郵便で送るんですよ、ラブレター。そっか。だってそれしかないんですもん。送るんですもんね。送るんです。
なんかいいですね、風情があってこう。いやだって今ね、既読スルーとかそういうの、ね、なんか届けてるのに見てもくれないみたいな、悲しすぎますね。悲しすぎますね。今の iPhone だとね、もう見てないふりして見てるっていう、そういうなんかね、既読のやつでしょ、できたりとか、なんかあれはちょっとどうですかね。いやちょっと悲しいですね。悲しいですよね。あ、残んない、さっき おっしゃってたじゃん、はい、残んないんですよね、うん、あの画面には残りますけど、はい、ワンクリックで全部消えちゃうでしょ。確かに落としたら、はい、あるいはなくすと、ね、データ全部消えちゃうじゃないですか、うん、バックアップ取らなきゃいけないじゃないですか、ね、手紙残りますからね。そうなんですよね。その人のこう、文字ってまたいいじゃないですか。あ、さっきおっしゃってましたね、変わる、変わっていくんですね、文字ってね。なんかやんちゃな感じに見えて、実はすごい字がうまいじゃんとかね。あ、こういうなんか達筆な方とかね、うん、そうです、いいなと思って。え、丸文字とか使った派？使ってました。やっぱそうですか。おしゃれと思ってました。あ、当時はね、年齢的に丸文字今変わりましたけど、あ、はい、私丸文字、同級生の丸文字見たとき何が何だか分かりませんでした。ああ、そうです。読めませんでした。誰が流行らせたんですか、ね、いやー、でもいつもあれじゃないんですか、流行っていうのを作り出すのって、はい、まあ、今は JK っていうんですか、うん、じゃあ女子高生とか、昔は大学生とかでしたけど、そう、若い女性の方が、うん、流行らせるって多いんじゃないですか、うん、ちょっと古い話ですけど、古いって相当古い話ですけど、うん、平安時代の話ですけど、あ、随分あのですね、いやいや、あの昭和じゃないんです。いや、昭和じゃないんですよ。平安まで行きますか。平安時代まで行くんですけど、はい、紫式部とかね、はい、清少納言とかね、はい、あの方たちが書いた源氏物語とかあるじゃないですか、うん、ああいう物語って今かなを使ってますよね、はい、あれって当時の丸文字みたいなもんですよ。当時漢字しかなかったんですよ。だ、官僚とかその男の偉い人っていうのは漢字しか使わなかったっていうか、もうあれがカチッとしたものがなんかかっこいいし偉いし、うん、でもそれを崩したのがかなじゃないですか、はい、あれを当時使ってたのは女性だけですよ。あれを物語にして使ったのが清少納言とか紫式部なんで、やっぱ当時のこう若い女性ですよね。当時40歳ぐらいか40、50が寿命の時代ですからね、うん、新しいものを入れていったんですね。そうです。それが今私たちがひらがな普通に使ってるわけじゃないですか。うん、だからいつの世の中もこう若い人が、はい、流行らせるんだと思いますよね。うん、だ、当時は手紙のやり取りっていうのも、うん、その日のうちに手紙を何通もやり取りしてたらしいですよ。平安時代。何通も。何通も。それからもう人に託して、郵便屋さんないので、なるほど、なんかね、自分にお付きの人とかに。うん、しかも和歌ですよ。歌ですよ。歌が下手くそだったらなんか笑われたらしいですよ。あ、じゃあ周りの、例えば私がラブレターとしてこう和歌を読むじゃないですか、うん、はい、それを託してこう新山さんとかに持っていくわけですよ、うん、で普通今だったらラブレターって自分だけが見るわけじゃないですか、うん、見せ合いっこしたらしいですよ昔は。周りのこう女官の人とかね、それは歌なので、和歌なので和歌を鑑賞するっていうことで見せ合ったらしいです。で、下手くそだと振られたらしいです。でもいいじゃないですかね。それもこうその人ならでの味になるじゃないですか。だから歌うまければいいっていう感じだったんですかね。じゃあ、いや、うまければ、とかうまくないとダメだったんじゃないですか。貴族の人たちは。大変ですよね。こう和歌作んないといけないんですよ。平安時代。はい、まあ、どうでもいい話なんですけど、まあ、要は若い方がいつも作ってたという新しい、新しいものを作ってたというお話です。で、今日はですね、はい、前回もそうだったんですけども、うん、前回は、鈴木奈々さんが来ていただきまして、うんうん、で、こんなように前回動画じゃないんですけども、はい、はがきにですね、お手紙なので、はがきに何か書いてですね、はい、こうお互いに怒り合おうという企画を前回やりまして、ヒットしたかどうかは私は分かりませんが、うん、私的にはヒットだったんですよ、うん、なので、今日もそれをしていただこうと思いまして、はい、こうはがきをこう2つですね用意しました、はい、そな、ちょっと長いやつははがきの料金ではダメなんですけど、はい、これはちょっと定型外なんですけど、こちらが普通のはがきですね、でこちらが長いやつ、はい、でこちらにですね、座右の銘をですね、はい、書いていただきまして、で座右の銘をお持ちだと思いますので、当然なるほど。書いていただきまして、で、まあ、表書きは後でしてもらいますけども、はい、でそれをちょっと私は事務所に送りますので、うん、新山さん私にいいの送ってもらって、はい、届きますので、はい、でここ東京中央郵便局なので切手なので、うん、切手貼るじゃないですか、はい、で郵便局に
窓口に持っていくとですね、うん、あの風景日付印を押してくださいっていうと、これくらいの大きなですね、朱色のですね綺麗な風景がスタンプになって日付印と綺麗に押してくれるんです。それ東京郵便局さんで？いや、どこでも、大概どこの郵便局でもあります。あ、知りたかったです、もっと早く一人イベントでね。あ、そうですね、さすがにそれは言ってくれなかった。いや、でも知ってたかのように言いたかったですね。あ、なるほど、あ、その情報ね。これ先に個別やっとけよかったですね。じゃあ、マネさん失敗しましたね。失敗しました。すみません。次回そんな感じでよろしくお願いします。あの、そうなんですよ。風景なんですか？風景日付印っていう、あの消印あるじゃないですか。はい、あの、このちっちゃな黒い、うん、あの、どうかしたらあの日付が潰れるかもしれない。はい、あれが綺麗な朱色の大きいんですよ。へ、で、その、ここ東京中央郵便局だったら、なんだ、その絵は変わるので忘れましたけど、はい、その東京中央郵便局にまつわる絵が入った消印を綺麗に押してくれるんです。東京中央で、どこの郵便局でも大概その日付印は、周波郵便局だったら多分あると思うので、うん、例えば旅先とか行かれるじゃないですか、例えばロケだとか、はいはい、あのご旅行ですとか、うん、そういった時にこうはがきでも手紙でもいいので出した時に、もし郵便局が空いてる時間だったら、うん、風景日付印お願いしますって言うと、綺麗な、綺麗な、ポスト入れたらダメですよ、うん、ポスト入れたら普通の黒い消印になりますので、はい、というのがありますので、今日はそれをスタッフに持って行っていただいて、はい、風景日付印のやつが事務所に届きますので、あの、中身はいいですけど、その風景日付印だけでも綺麗なんで見てください。はい、じゃあ書きましょうか。新しい発見、じゃあ私も書きますので、私は中身は見ませんので、書いていただいて、あとはなんか、まあ、そこにいろいろありますので、サインでも何でもしていただいて、はい、わかりました。書きながら喋るの大丈夫ですか？大丈夫です。はい、これ私もペンのがいいな。あ、これ使いますか？あ、使います使います。はい、すいません、こっちに置いておきます。全部アドリブで申し訳ございません。これ、あの、台本ないんですよ、全く。あの、事前の打ち合わせも何にもないんですよ。だからもうジャーマネさんがもうビクビクしてて、なことないですか？なことないですか？大丈夫です。あの、台本ないのって珍しいですよね。まあ、そうですね、普通ありますもんね、はい、テレビはね、まあ、ないんですよ、これ申し訳ありません。いえいえいえ、お手紙って言いますと、はい、例えばの芸能人の方でしたら、ファンレターとか、うん、どうですか？あ、でもやっぱ嬉しいですね、ファンレターは。はい、デビュー当時のとかまだ持ってるのもありますよ。あ、やっぱ手紙ってそこですよね、うん、持っていられるっていう、うん、初めてあのもらったこう嬉しさってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、やっぱり、ファンレターって私は芸能人じゃないのでもらうことはないんですが、どちらかというと書く側なんですが、いや、わかんないじゃないですか、これが公開されて、いやもうぜひ受け取っていただきたいっていう。いやいやいや、でも書く方としてみれば、はい、多分ね、1回で終わることないと思いますよ。あの、何回も多分書き直すと思います。なるほど、だから大変だと思いますよ。あの、だから書く方の、まあ、字見ればわかると思いますけど、はい、あの、多分苦労した、うんうん、文字とか、うんうん、なんかにじみあるかどうか知りませんけど、うんうん、こうファンレターってそんなもんじゃないかなと思いますけどね。またこう間違えたのこうどうやって消すか、正確じゃないですか。いや、書き直しでしょ、普通。でもこうなんかぐじゅぐじゅってあるのか、それをこうなんかこうなんかね、キャラクターにしよう。昔修正液とかありましたね。ありました、ありましたね、振ってね、最近修正テープですね。最近そうですよね。でも最近ボールペン進化してるから後ろで消せるんですよ。あ、消せますね。ねえ、あれ書類に使っちゃダメって書いてましたよ。あ、そうですか。消えるからって言ってましたよ。あ、そうですか。はい、初めて出た時びっくりしましたね。あ、びっくりしましたね。あれ、うん、後ろ消えますもんね。そうなんですよ。いや、私は外国にいた時にこう入国書類を書く時に、はい、こう胸の中探ったらそれしかなくて、あ、これで書いちゃっていいのかなと思って、まあ日本にしかないから消えないから大丈夫かとか思いながら書きましたけど、あれイミグレーションで怒られなかったですね。大丈夫だったんですけど、うん、海外の人も多分衝撃的でしょうね、あのボールペンで、ね、あ、台湾でね、うん、日本で発売された時に台湾に行った時に、はい、持って行ったんですよ、はいはい、たまたま、うん、で、なんか書いて後ろ向けてウェーって消したんですよ、はい、ミラクルって言われましたよ。本当にあれはびっくりしましたね。ね、私もびっくりしました。すごいですよね、はい、開発された方。
やっぱり、うん、あのファンレターって本当もらう人ってどんな風に思ってんのかなって、うん、あのこういう仕事をしてると思いますよ。でもありがたいですよね。時間かけてこう番組見ていただいて、はい、こうこれを伝えたいっていう気持ちをこうね、うん、どうしても届けたいから書くじゃないですか。そうですよ。その思いがねやっぱ感動しますね。え、全部ちゃんと読むんですか。読みます読みます。もちろんもちろん、うん、え、ジャーマネのところで止められるとかないんですか。止められ一緒に読んでも書きます。先に、うん、先に読んでいただいて。これはちょっとひどいからポイントがないですか。ないな、そんな。あ、さすがですさすがホリプロさんは違います。ジャーマネじゃ特別すごいんですよ。あ、そうなんですか。特別すごいんですか。そうなんです。あ、なんかもっと言えもっと言えって何どうすごいんですか。エピソード信頼関係がね。あ、信頼関係。そうなんです。あ、もうずっとですか。いや、あ、やっぱり去年の。あ、なるほどなるほど。そうなんです。私念願の。あ、念願なんですか。そうなんです。かなって。へえ。そうなんです。ちょっとホリプロのマネージャーって南田さんしか知らないんですけど。あ、南田さん電話が。私鉄道マニアなんで。あ、それで知ってる。なるほど。はい。あの、じゃあ一緒にコンビニ行ったりもするんですか。しないですよ私芸能人じゃないですから写真撮りに行こうとか。いやいやいや、あのできればご一緒したいですけど、はい、そんな私人じゃないので、もし何か機会があったら、はい、あの一緒に鉄道談義してくださいという皆さんってマネージャーさんなんですか今でも。そうですよ。あれじゃないんですか、芸能人じゃないんですか。違う。あ、違うんですか。はい、できました。はい、じゃあですね、はい、はい、そろそろ時間なので、はい、はい、じゃあそれ後でね、ユリン、あの表書いてもらって、あ、こちらですね、こう表書いてもらって投函してもらいますので、はい、はい、もし今度どこかでお会いすることがあれば、はい、はい、またぜひあのつまらないトークにお付き合いいただければと思いますあのファンの皆様に一言どうぞ。一言ですか。え、二言でもいいですけど、時間があるんだったら、はい、そうですね、やっぱりこうやってね、あの手紙を書く機会をですね、またこう増やしていただいて、メールとか LINE ではない思いを乗せて書くっていうことをですね、改めて皆さんもしていただけたらと思います。はい、あのファンレター待ってますということですか。あ、そうですね、はい、はい、全部読みますよ。はい、あの全部読む。そうだねファンレター待ってますということなので、はい、事務所宛でいいんですか、ファンレターは。はい、はい、事務所宛にということなので、はい、新山さんへのファンレターは事務所宛によろしくお願いします。今日でも長いことありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。